2023年3月14日、日本武道館。来たぜ！武道館！数々のアーティスト、アイドルグループなどがステージに立つことを夢見る聖地。そこでその夢を叶えたグループがいた。メセモア。彼らはいかにして夢を叶えたのか。そこにはいくつもの苦難を乗り越え、成し遂げ、歩んできた道のりがあった。そんな彼らの軌跡を追っていこう。よろしくお願いします。今日の君は忘れない。日本武道館公演直前のリハーサルスタジオ。普段カメラが入ることのないリハーサルに、今回初めて番組のカメラが密着し、公演までの様子を収めた。そもそもメセモアとは一体どんなグループなのか、どのようないきさつで結成されたのか、まずはそこから辿ってみましょう。メセモアは2012年に結成された9人組のボーイズグループ。リーダーの白服を中心に、ダンスカバー動画の投稿をきっかけに集まったメンバー。僕が、とあるこうラジオの番組を、インターネットラジオの番組をやっていて、MC を。でそこで、すごく前々から、モーニング娘。さんが大好きで、で、当時、旧期メンバーの鈴木香音さん、推しですみたいなことをずっと言ってたんですけど、その MC、自分がパーソナリティ務める最終回の時かな、すごいスタッフさんがサプライズで、その鈴木香音さん本人からビデオメッセージをもらってきてくれて、それで、ぜひ、モーニング娘。の曲も踊ってくださいみたいに言ってくださったのをきっかけに、あ、じゃあ絶対踊ろうってなって、でそれで当時モーニング娘。さんが11人メンバーがいたので、せっかくだから11人集めようってなって声をかけたのが今のメンバーっていう感じですね。その最初の動画の内容は、男11人でモーニング娘。恋愛ハンターを踊ってみたというもの。男性がモーニング娘。を踊るという衝撃的な内容で、動画は一気に話題に。モーニング娘。を踊るメンズという意味で、モーニング娘。と名付けられ、娘として活動を開始した。モーニング娘。が大好きだが、実は全員がほとんど素人の男の子。最初はどのような感じだったのか。そうですね。全然もう右も左も、しかもなんか大人数でやるのがもうなんか初めてだったんで、なんかどうやって練習してどうやって撮るんだろうみたいなところも含めて全然分かんなかったんで、でもなんか結構シロクさんが引っ張ってくれてやってたんで、なんかそこはもう任せきりでしたね。ダンスは全然やってなくて、もう全然好きじゃないんですけど、むしろ好きじゃなかったんですけど、運動全般は全般全然嫌いなので、でもたまたまその時に面白いかなって思ってたことをやってたら、いつの間にかそういう感じになってたって感じと思うんですかね。それも当初一番最初に動画撮った時に、そのカバーダンスだったんですけど、その時にセンターの子をやらせてもらってて、そっからの成り行きでって感じだったんですけど、最初はすごい嫌だったんですよ。だから全然なんかその真ん中に立ちたいとか目立ちたいとかそういうタイプじゃないので、まあ今別に今もそれはそうなんですけど、なんかでも信頼されてるし期待されてるのもわかるから、じゃあ頑張ろうって思って。2013年3月に初のオリジナル楽曲「ウォークライ」「アイドル気取りで何が悪い」を動画サイトに投稿。
そして大阪梅田アムホールにて単独ライブを開催。動画投稿も欠かさず行い、活動は活発になり、ファンはどんどん増えていった。けれど、何もわからず始まったグループのため、失敗も多くあったという。例えばそのライブハウスでライブをするって言っても、どうすればライブができるのかっていうところからスタートなので、今だったらそのね、イベンターさんにお願いして会場の手配とかいろいろしていただけるんですけど、どうやったら会場が取れるのか、どうやったらマイクが借りられるのかみたいな、もうそういうところからのスタートだったので、一回そのマイクを借りたら、普通のハンドマイクじゃなくて、なんかこうピンマイクみたいなのが届いたことが昔あって、でもそれでやるしかないってなって、みんなでおもちゃのマイクをが仕入れて、そこにこうピンマイクをこうなんかくっつけてみたいな感じでやったりとか、何もかも試行錯誤でやってきた部分はもちろんあったので、まあ、それでこう当時ね、ファンの方にすごいいろいろ迷惑かけちゃったなっていう時ももちろんあったし、特典会ファンの方とお話ししたり、チェキを撮影したりとかっていうのをすごく、もう今はもう当たり前のようにやってるんですけど、当時はそれをなんていうのかな、ネットから始まった人たちがそういうことを開催するっていうこと自体が結構なんか、何そんなことしてんのみたいな風潮もあったし、始めた頃はその辺もちょっとうまいこと設定ができてなくて、結構なんか大変だったなっていう印象ありましたね。しかし、そんな失敗を糧にグループはどんどん大きくなり、2014年4月にはファーストアルバム「ワンダードリーム」を発売。活動にさらなる力を入れるため、関西に住んでいた気まぐれプリンス、北海道に住んでいた富武が上京、白服とシェアハウスでの生活を始めた。楽しかったですね、共同生活するのが。もちろん別にすごい裕福な生活ができたわけでもないですし、例えば掃除当番でなんかちょっと揉めたりとか誰々がトイレ掃除してへんとか、そういうのもあったんですけど、でもなんかこうようやく人生の中でこうこういうことを真剣にやりたいみたいなことを見つけてた時だったので、もうとにかく何の迷いもなく、とりあえずこうアイドルとして頑張るぞというか、当時娘だったんですけど、娘としてこう頑張るぞっていう気持ちが。今まで何かを目指したこととか、なんか大きい目標を立てて人生の中で頑張ったことがなかったんですよね。で、まあ結構もうなあなあとこのまま北北海道でこう自分の生涯を終えていくんだなと思ったんですけど、なんかそれもガラッと変わって、こうついにこう人生が楽しくなり始めたというか、本当にそんな感じです。なんか色がついたというか、人生にそんな感じですね。本当にこんばんは、僕たち娘です。2015年1月、ZEPP ダイバーシティ東京公演を開催。ライブ終盤では、メンバーにサプライズで、結成当初からの目標でもあった中野サンプラザ公演の開催が発表された。8月には、その中野サンプラザ公演を大成功に収めた。なんか自分たちもびっくりするぐらい のペースで会場がどんどん大きくなっていったので、だから信じられないですもん。一回その中野サンプラザっていうところを目指させてもらった時も、
それはスタートはみんな、このメセモアっていう活動を、お仕事にするっていうお話をしてから全員で話し合って目指そうと決めた場所なので、そこに関してはあるんです、ちゃんと目標みたいな。中野サンプラザに立ちたいっていうところがからやっぱり娘自体もスタートしているので、その次はってなった時に、このやらせていただく武道館っていうのがやっぱチームとしては大きい最大の目標ですね。さらなる目標を胸に2016年には初の47都道府県ツアーを開催させるなど、次々と規模を大きくしていく。順風満帆に見える活動歴、しかしそこには大きな悲しみや痛み、別れも伴っていた。怪我を理由にグループを卒業。グループにおいてメンバーが欠けるということは、ダンスや歌など大きな変更を余儀なくされる上、身を削られる思いがメンバーを襲う。2017年、そんな苦難を乗り越えるため意を決してグループ名の変更に踏み切った。みんなで考えはしたんですけど、まあ、でも結成当初から僕たちをずっと音楽面で支えてくれた春吉さんがにも相談して、春吉さんからもアイデアをいただいてっていうのがあります。ひらがな表の娘の文字を一つ進めるとメセモアとなり、娘から一歩進むという意味と、もっとたくさんの人にメッセージを伝えたいという思いからメッセージモアという二つの意味で、グループ名はメセモアとなった。9人で新たなスタートを切り、4月にはファーストアルバムシークレットを発売。2018年にはメセモア全国ツアー2018メイズナンバーナインを開催。ファイナルである12月24日の東京ドームシティホールでのライブは過去最大規模の公演となった。今この活動自体がすごく楽しくて、しかもお仕事としてちゃんとやらせていただけているので、それがこの先もずっと続けていけるように、やっていきたいなっていう思いではいますね。当初はやっぱり自分たちでカメラを置いて録画をして音楽自分たちで流してやってただけだったので、今じゃもう細かく歌割り細かくやってもらって、ね、ライトはもうここ絶対当ててもらってみたいなやってもらってるじゃないですか。自分で言うのもあれなんですけど、知名度が上がってくるにつれてこう立ち位置もよくこう、なんて言うんだろう、昔のままじゃいられなくなってきてるっていうのはちょっと大変だったかもしれないですね。こう応援してくれてる方がいるっていうのがやっぱり、もと僕も結構オタクなんですよ。でその人たちが応援してくれてるその熱量とかもやっぱ自分も分かりますし、嬉しいなと思うことがやっぱ大きくはなって増えてきましたね。やっぱりその規模感が大きくなるにつれて、なんか僕たちはやっぱライブ、まあ、地方行ったりとかするんですけど、それでまあ僕たちが行くのはもうまあ当然なんですけど、お宅の方でやっぱここにも行きたいあそこにも行きたいってなったら、まあ、日程抑えないといけない、お金かかる、結構もうその交通費だけとかホテル代とか、まあ、自分もそういうことしてたんで、なんかそういうのとかも考えるとやっぱこんなに好きで言ってくれてんねやってやっぱ思いますし、いや僕面から紫なんですけど、やっぱ会う時に紫のネイルにして来てくれたりとか、紫のものを身につけたりしてくれたりとか、やっぱりそういう、まあ、特典会ってあったりとかを見るとなんかすごいありがたいな、嬉しいなっていう気持ちになりました。目標の階段を一歩一歩踏みしめながら登っていき、2019年の全国ツアーファイナルではパシリコ横浜公演を開催。チケットは完売、4000人の動員を記録した。しかし2020年、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい
メセモアもまたその影響を受け、数々のライブやイベントが軒並み中止となっていた。出てから1年ぐらいは、1年半年ぐらいはほぼもうずっと家にいたりとか、もうオンラインとか、もう練習もやっぱりままならないとかなってくると、やっぱまあ目に見えてやっぱり落ちるんですよね。あの、なんつうんだろうな、客足というか言い方もあれなんですけど、とか、あとやっぱ SNS の反応とかもどんどんやっぱ落ちていくし、しかもちょうど時間もあったので、ちょっとふとやっぱ考える時があって、なんかこう今までこう順調にステップアップ、こううまくこうできてきた分、ふと立ち止まった時に、このままなんかうまくいけんのかなみたいなっていうのが、やっぱりちょっとどっかしら頭の中でよぎる時っていうのがやっぱりあって、規制がたくさんあったんで、ライブ配信とかってあんまりこうしてこなかったんですけど、まあ、するようにもなったりとか、あとは、まあ、別に寝起きで、まあ、放送したりとかもしてるんですけど、別になんかそれがいいんであれば、全然俺は別にあんま NG で少ないしたとかって思って、毎朝なんか起きてなんかコーヒー、朝ヨーグルトとコーヒー飲む間に、まあ、ちょっと雑談したり、その間になんかみんながあの、まあ、学校だったりとか、あの会社だったりとかの通勤とかに、まあ、なんかイヤホンで聞いてくれたらいいなとかっていうのは思ってたんで、まあでもやりづらさはすごくありましたね。規制の多い状況の中、諦めずにライブ配信などいち早く始め、ファンとのつながりを大切に様々な方法で活動をし、前を向き続けた9人はついに夢の舞台への切符を手にすることとなる。大きな節目となる今回のツアーを経て、僕たちはある一つの決断にたどり着きました。本当にみんなで初めて集まって動画を撮った時は、そもそも2回目があるとも思ってなかったし、なんかそれがだんだんこうなんかうまい具合に話が進んでいって、でもやっぱり改名をして会社を設立してってなった時に、もうさすがにもうそのタイミングではもうずっとやっていくっていうつもりではもちろんあったんですけど、いざ10年経ったってなると、やっぱりなんだろう、この活動以外でその10年続けてることってなかなかないんですよね。やっぱり自分たちってなんか割とこう特殊なグループだと思うんですよね。別にその始まり方もオーディションとかで集まったわけでもないし、基本的にセルフプロデュースでここまでやってきたっていう部分があって、なんかすごく正直そこは本当に偉大なことをしてきたなってこう自負してる部分があります。アイドルやアニメが好きなただのオタクだった彼らが自らの力で叶えてきた夢、彼らはいつしか誰も真似のできない道を歩んでいた。メセモアを彩る数々の楽曲、ここではメンバーの推し曲をご紹介。推しの一曲と言われたら、パシフィック展望台。自分たちで歌ってても結構感動しちゃう曲なので、ぜひ様を一緒に感動を味わってほしい曲だなと思います。ウゴのシューっていうのが、まあ、自分の選択曲ではあるんですけど、ちゃんとこう他のメンバーのなんかソロもしっかり入ってて、で楽曲的にもこうすごい力強い楽曲にはなってるんで、なんかしかもダンスもすごくかっこいいし、メセモアも
割とこういろんな楽曲を踊ってるんですけど、やっぱ一心に合わせるぐらいすっごいやっぱしんどい体力を使う曲なんで、なんかそれは本当に MV もあるので見てほしいなと思います。シングル曲ではないんですけど、ポラリスっていう曲がありまして、別れを歌う曲の中でも、別れを悲しみだけにせず、すごく背中を押してもらえる曲だなと思っているので、悲しい、もちろん悲しい曲ではあるんですけど、なんかその中でもこう次に向かう、一歩の背中を押してくれるような曲になっているので、きっと聴いてもらえれば、人それぞれいろんな捉え方ができる曲かなと思ってるので、自分はその曲がとても推し曲です。日本武道館公演ゲネプロ初日。ゲネプロとは本番同様の流れを行うリハーサル。衣装も本番同様のものをつけて、動きなどに支障がないか確認していく。君がいて、これ下の人じゃない？めっちゃ素敵な衣装です。これは過去の衣装のリバイバルでパワーアップして帰ってきました。めっちゃ可愛い。武道館のステージはこれまでに経験したことのない大きさ。全員がステージ上での動きを把握し、歌も踊りも確実にしておく必要がある。暑い時はウィングやから、別にウィングの真ん中でいい。22でやる、広いステージを想定して、スタジオにはたくさんのテープや番号が張り巡らされている。これを目安にメンバーはステージでどこをどう動くのか覚えている。ゲネプロが始まる。オープニング SE で行うのは、全員がステージの上を縦横無尽に歩く演出。その後も激しいダンスのセットリストが続く。それぞれが覚えてきた動きを本番さながらの熱量でこなしていく。ステージの合間には衣装チェンジもある。スパイがテーマの衣装にチェンジ。シックな楽曲を繰り広げる展開となる。さらにもう一着。かわいい。人によって名前があります。今回のセットリストは3時間を想定したソロ曲なしの全員で歌う楽曲のみで構成されている。休憩はほとんどなく、本番同様の動きを行うゲネプロはリハーサルとはいえ相当な体力を使う。すごい、見て、めっちゃ来たよ。やば、どうしよう、ボロボロになってるところ、ボロボロな、ほらだしよ。ちょっと、じゃあこれちょっと確かめてもらおう。モザイク、モザイク入れてください。リハーサルではこんだけ本当にしんどいんです。リハーサルではこんだけボロボロだけど、本番ではすごい笑顔だったところをちょっと見てもらおう。そうやな、ステージ裏とない話ね。実際はすぐに進む、こんなボロボロ。カメラこっち向くまでこんな感じ。どんなに疲れていても、ゲネプロが終わった後ダンスや動きを再確認。何度も繰り返し歌や踊りの練習をする。僕との歌を今叫ぶ。君を愛せるなら、どんな罰でも受けられる。どうでしたっけね。点数つけるんだったら、まあ20点ぐらいですね。え、今日？あ、葵がの話？俺が。あ、そうなんや。うん。なんで？いや、まだ伸びしろあるかなっていう。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。
ちなみにこれはテレビで流れるんですか？あの編集次第で。俺たち、俺たち、ねえねえねえ、そういうのがあると使われなくなる。あれは白服じゃんけんしよ、白服じゃんけんしよ、白服じゃんけんじゃんけんピーン知らないのも初見なんだけど、俺も初めて知った。え、これってテレビで流れるんですか？またこのくだりそうな。そうやね、本当にあんたが一番縁とかゆかりとかあんだからね、だって、ね、あ、どうも、猫の額ほどワイド、元水曜イエロー、今川葵です。いけんの、いけんの、使えるやつ大丈夫？見てる。チョキしちゃった？チョキしちゃった。じゃあ、シロフクジャンケンジャン。元気なメンバーを横目に倒れ込んでいるのは富武。お、これは完全にカメラだ。今はゲネが一通り終わって、もうダメだってなってるところです。今回イヤモニしてるじゃないですか。いつもはイヤモニなしでやってる時はあのみんなで声かけ合ってるんですよ、ステージの上で。でも今回それができないのもあって、ちょっとこう難易度が上がったなみたいな。結構孤独になるんですよね、アイコンタクトしか取れないから。本番さながらの動きをして気がついたのは衣装について。振りをした時に衣装の一部が飛んでしまったりぶつかったりしてしまったという。実際こう長時間踊ってみたりするとちょっと自分靴が緩くて、あ、俺も多分ブーツの時は結構ここで固まってるからいいんだけど、ここが多分高さないから結構カポカポしが、何か抜けてた人いたね。かといってそのサイズを変更するまでとかそういうことじゃないので、なんか厚手の靴下とかを用意してくれたらなんかそれであの済む気がするんですよね。だからちょっといつも使ってるようなやつよりもちょっと生地が厚い靴下とかにしてくれると多分それでいいかなって気がします。それはもう初手から履いてて、あ、僕は初手からそれで大丈夫です。あのスポーツ靴下みたいな、ね、そうですね、だったら多分いいんじゃないかなと。まだまだ不安が残る中、初日のリハーサルが終了。メセモアを彩る数々の楽曲、ここではメンバーの推し曲をご紹介。僕の推しの一曲はいい子のままでです。こんなの初めて。君がかけた魔法だけが今も決めずにここにあって、細かいところに何かその時の目線もあのことであったりとか自分の気持ちであったりとか何かそういうことを想像して書いた詩がたくさん散りばめられているので、ぜひ歌詞カードなど見ながら、歌詞などを見ながら楽しんでいただければなと思います。僕の推しの一曲は、フラワーウィンドです。晴れの日も雨の日も風の日も雪の日も、恋愛ソングでその要は結婚とかそういうお話の曲であるんですけど、すごい歌詞も好きだしメロディーも好きで、もう出たその曲をいただいた当初からめちゃくちゃいい曲だなってすごい思って、でそこからもう今に至るまでずっと僕の中では不動のナンバーワンなので、それを僕はおすすめしたいです。僕の推しの一曲はブルームーンです。I'm glad I met you 何年先も君と一緒に歩いていたい。でなんかあの TVK をご覧の皆さん、やっぱあのメスモアっていうより多分僕のことを知ってる人が多いと思うので、僕の曲を紹介しますね。僕の曲紹介します。あの僕のソロ曲で年下の男の子が年上の女性に恋をするっていう歌なんですけど、すごいあのいいと思うのでぜひぜひ聴いてください。
リハーサル2日目、今日も軽い練習の後ゲネプロを行う。これも映像から撮ってます、今からゲネるよとツイートします。昨日以上に力を入れて、できなかったことや失敗したことを修正していく。その動きを厳しい目で見つめるのは、ステージの演出やダンスの振り付けを担当し、これまで何度もメセモアのステージを手掛けてきた人物。もともと最初僕がそのライブ演出振り付けをする前の時のライブに見に行って、なんかこの子たちをなんかもっと輝かせたいと思って、歌はもちろんのこと、なんかダンスもやっぱり踊れるし、あと喋りもね面白いし、まあ結構オールマイティーな、グループだと思いますよ。僕がライブその演出するにあたって心がかけてるのは、その一曲一曲にこう見どころを作るっていうのが、まあ目標にしてるんですけど、この曲だったらこの曲のセンターの子をこういう演出にしたら面白いだろうなとか、こうしたらもっと光るだろうなとか、なんかそれを毎回なんか楽しんでやってますけど。演出の目玉の一つ、ジャケットを使ったフォーメーション、ノックソがどうもうまく仕上げられずにいる。それを移動しながらうまくやってるよ。そこはそれができる。自分はねゆっくりやって、あそこからやってみた。違う。ここは5、6、7、8、9、10、で右行くやん。それが気になるんだったら、もうその前に抜いちゃうマイク。よくマイクさ、左に入れてる？右に入れてる？左に入れた方がいい。左の方が楽や。左に入れてる。だからだ。そんなところか。それで全て解決。めっちゃ初歩。めっちゃ初歩。あれ、そっちの人たちってさ。俺も左やで。こっちだよね。全部左。だからだ。そうだよ、そうだよ。だから右に入れんの俺だけやで。それでやってみよう。左です。そうです。問題を一つずつクリアにし、迎える本番。メセモアを彩る数々の楽曲、ここではメンバーの推し曲をご紹介。僕のおすすめの推し曲は、銀河系クラシックです。メンバー全員が作文みたいなものをその曲作ってくださる方にボーンと出して、それをこう揉んで多分作っていただけた。まだちょっとね PV とかは公開されてないんですけども、見る機会がこれから出てくると思いますので、見ていただければなと思います。僕の推し曲はニューサンシャインです。まあ、自分、アイドルとして歌ってはいますけど、そういう普通にこう仕事をしている方にとってもなんか寄り添える曲になっているんじゃないかなと思うので、通勤途中に聴いてもらったりとかして元気が出る曲だと思うので、そういう意味ではすごく聴いてもらいたいなと思っています。気まぐれプリンスの推し曲はオーロラ曲技団です。最後に、さあ次は君の番だよという歌詞があるんですけど、皆さんにも
自分の好きな夢を叶えていただきたいなっていうふうに思ってるので、ぜひ何かに向かって頑張ってる人に聞いていただけたらと思います。14日日本武道館、朝から多くのファンが会場には詰めかけていた。おはようございます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 。お願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。やばー。おはようございます。おはようございます。やばい。ありがとうございます。おはようございます。一人だけ別で入ります。今日はよろしくお願いします。会場入りしてすぐにステージを見に行くメンバーたち。やばいやばい。いやー、広ー。本当にここでやんの？やばすぎでしょ。はっはっは。規模感が違う。やばい、マジで。どうしよう、これで声出し聞いたら泣いちゃうわ。いや、震えるよ。やばい、やばい、やばい、やばい。やっぱ最高列がどこまで埋まってるか、ちょっと多分ここにも人はいるんでしょうけど、一番遠いところまでね届けないと。人一倍来てくれるファンに思いを馳せるリーダーの白福。実は日本武道館公演決定の後に発表された白福とフォーゲルの卒業。2023年の年末をめどにグループを卒業する。自分がリーダーだっていう立場がやっぱりあったので、正直、まあ、言い出しにくかった。その会社に対してもファンの人に発表する時も、なんか自分リーダーなのになって気持ちはやっぱりずっとあって、すごくこうその分迷ったし、まあ、それでも自分で決めたことなので、ちゃんと気持ちを伝えよう、誠実でいようっていうのが一番ありましたかね。はい。日本武道館公演という大きな目標を叶えた後、年末まで走り切り楽しく終わるために、最後まで誠実に一番信頼できるアイドルでいたいという。え、こっちか。はい、スタッフの皆様、目様です。おはようございます。おはようございます。皆さん、お付き合いどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本番前のリハーサル、実際のステージの感覚を肌で確かめていく。スタジオとは違った感覚を時間ギリギリまで確認し合う。さあ、せっせーの。見る人を楽しませるステージにしたい、そんな思いから徐々に緊張が高まる。
会場の時間が過ぎても楽屋では歌の確認をしていた。君の中にちゃんと君がいるよ。今も見てるよ。君とのポーラリスも迷わないよ。ポーラリス。もうもうもう。ありがとう。時間になり、急いでステージに向かう。武道館の本番直前でも雰囲気はいつもの目線もあと変わらない。大丈夫ですか？ありがとうございます。なんか出たね。ボーゲルアープ。さあやってきました、日本武道館。頑張れジロロ。自分のペース。今まであった嫌なこといっぱい思い出した最低最低。あのワードが出てきた。涙引くから。絶対いいこと。本当にみんなでよくここまでやってきたよね。わかる、ね、わかるの。ありがとう。カンタカンタだ。大丈夫。はい、絶対楽しい。はい、絶対成功する。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マーボー大切なのはパッション。パッション、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 頑張っていきます。ショー始まる。レイコ、レイコすいません。早い、直したいです。おもう泣い、もうみんな泣いてる。行ってきます。行きます。めっちゃ気が楽になった。一回泣いたから。よし、皆さん発明好きです。あ、始まる。いけるよ。あー、タンカも俺。いよいよライブがスタート。夢の舞台の幕が上がります。序盤から大盛り上がり、全力で観客を沸かせます。一度ステージを降りるメンバー、会場で映像が流れている間に早着替えです。リハーサル通りに着替えも完了。行ってまいります。
ライブ中盤ではリハーサルで見せていたジャケットを使った演出、うまく成功するのか。少し僕バッタードクターセック、誰にも見つからない方法だったのにほどける三角形、あの子の前じゃ言うとさ、網の目を何くぐった、歓迎で糸を引くのは誰。見事成功。ちょっと楽しい。バタバタですね、やっぱ。しろさんもしろ。はい。後半まで9人で歌い切り、全員でステージを作り上げていく。アンコールではメンバーには秘密の重大発表が行われた。さあ、というわけであっという間にね、僕たちのメセモア日本武道館公演2023メッセージモアもこんな時間がやってきてしまいましたけれども、本日まだお知らせがございます。まだまだあるんです。あら、じゃあそれをね、今から一緒に見てみましょうか。はい、サプライズ発表された横浜アリーナ公演、最後まで驚きの連続のステージは見に来た人に感動を与えていた。友達同士から始まり、セルフプロデュースで活動し、メジャーでもインディーズでもデビューをしていないメセモが向かう先は、まだ誰も見たことのない景色。実は我々知ってました。やられた、グルだ。TVK さんもグルだったということで、はい、本当に今打ち切れなんですけど、はい、そうだそのこのエネルギーを、はい、本当にね、見たことない景色を僕たちファンの皆さんにもね、見てもらうために精一杯これからも頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後とも応援どうぞよろしくお願いします。お願いします。横アリ来てね、待ってます。何それ。夢は日本武道館で終わらない。オタクから本当のアイドルになり、まだまだ続く彼らの軌跡は横浜アリーナに向けて続いていく。
番組の最後にお知らせ。12月8日横浜アリーナで行われるメセモア全国ホールツアー2023イルミラクルファイナル白服フォーゲル卒業スペシャル、彼らと一緒にぜひ横浜アリーナで盛り上がりましょう。